1849年デンマーク王国憲法、デンマーク王国憲法とは、デンマーク王国の憲法である。1849年に制定され、1866年、1915年、1920年、及び1953年に改正された。高精度が高く、解釈の余地が広いため、1953年の改正以来50年以上改正されていない。 1661年以来、デンマークは絶対君主制であった。この政治体制は、1665年制定の国王法及び1683年制定のクリスチャン5世のデンマーク法という二つの法律によって規定されていた。1848年、フレデリク7世が王位を継承すると、フランスの2月革命の影響により、 デンマークでも民主化の要求が高まった。フレデリク・7世は絶対君主制の廃止を受け入れ、翌1849年に立憲君主制を定めた憲法が制定された。1849年に制定された憲法では、立法権は国王と国会に連帯的に帰属することになった。国会は議員が有権者の直接選挙で選出される会員と、 間接選挙で選出される上院で構成される二院制であった。行政権は国王に帰属するとされたが、その講師には大臣の署名が必要とされ、司法権も行政権から分離された。1849年憲法はデンマーク王国にのみ適用され、同訓連合の関係にあったシュレースヴィヒ比公国、ホルシュタイン公国、ザクセンラウエンブルク公国の参考釈量では、 暴力を有しなかった。そこで、1849年憲法とは別に、1863年には、シュレースビヒ公国のデンマーク系住民にも適用される1863年憲法が制定されたが、1864年に、デンマーク戦争の終結後、参考釈領をプロイセン王国に割譲した結果、 デンマーク王国では1849年憲法と1864年憲法の2つの憲法が並存する形になった。そこで1866年に憲法改正が行われた。この改正により1863年憲法に規定されていた上院議員の一部を直選議員とする制度が導入され、上院の選挙人の資格として高額な納税額が 規定されたまた、大井継承の規定が削除され、別に大井継承法が制定された。1915年の憲法改正では、上院の特権的な選挙権や小選挙区制が廃止され、比例代表制や憲法改正に係る国民投票の制度が導入された。また、選挙権について、財産要件が廃止され、女子にも選挙権が付与された。 1920年の憲法改正では国王の権限がさらに縮小された。憲法委員会1939年憲法改正案が国会を通過した。この改正案では選挙権年齢がそれまでの25歳から23歳に引き下げられ上院議員の選出方法を改正する内容が含まれていた。しかし国民投票による承認要件を満たさず、 廃案となった。翌1940年、デンマーク王国はナチスの占領下に置かれた。ナチスの占領から解放された後、1946年に憲法改正を検討する憲法委員会が設置され、1953年に改めて憲法改正案が国会を通過、国民投票でも承認された。この改正により、選挙権年齢は、 法律で定めることとされた。また、上院が廃止され、それまでの二院制から一院制に移行した。下院と上院の多数派が異なった場合の調整規定が存在しておらず、国王の発する暫定法律で対処するということが行われていたためである。その他、それまでのグリーンランドに対する植民地扱いを廃止し、グリーンランドから国会に2名の代表を送ることが規定された。 デンマーク王国の全体について適用がある。すなわち、デンマークのみならず、フェロー諸島及びグリーンランドにも適用がある。デンマークの生態は立憲君主制であると規定され、国王は無党籍でその体は神政府家臣とされる。また、国王は国際関係において王国を代表する立場にあるが、多くの事項について国会の同意を要するとされている。 王位の継承は王位継承法に基づくとされ、男女に王位継承権が認められている。十二条では国王はこの憲法の定める範囲内において王国のすべての国務について最高の権限を有する。十四条では立法及び統治に関する決議は国王の署名によって有効となると規定されているが、同時に国王はこの最高の権限を大臣を通じて行使する。 国王の署名は一人、またはそれ以上の大臣の副賞を伴っていなければならないとも定められており、国王の権限は儀礼的なものに止まると解されている。立法権は国王と国会に連帯して帰属する。国会は1953年改正により一員制に移行した。国会議員は普通直接選挙で選出され、任期は4年である。 議会少数派を保護するため法律案が国会で成立した場合に議員の3分の1の要求があれば国民投票に伏すことができる制度が規定されている。国民投票で投票者の過半数かつ全有権者の30%以上の反対票があれば法案は否決される。行政権は国王に帰属する。もっとも前述の通り国王の権限は儀礼的なものであり。 実質的には、行政権は内閣に帰属すると解されている。内閣は、国王が主催し、大臣の任免権は国王にある。また、大臣は、国会の不信任決議があれば辞職しなければならず、首相に対する不信任決議が可決された場合、国会を解散するか、内閣総辞職をしなければならない。この不信任決議の規定は、1953年改正により、 導入されたものである。司法権は司法裁判所に帰属する。司法権は行政権から独立していなければならない。憲法における裁判所に関する規定は王国高等法院に関する規定のみである。王国高等法院は大臣に対する弾劾裁判を審理する機関であり、王国最高裁判所の構成員のうち、 在職年数の長い順に選ばれた15名から構成される。また、憲法上、意見審査権に関する規定も存在しないが、裁判所は意見審査権を有すると返されている。憲法上、福音派、ルーテル教会をデンマーク国教会として王国はこれを支援すべきことが定められているほか、宗教の省が存在する。第7章では、国教会の組織や、 その他の宗教団体の規則は法律で定めることを規定するほか、信教の自由についてもここで保障していると、解されている。人権規定は1849年憲法以来大きく変わっていないため、自由権に関する規定がその中心となっている。憲法に規定された人権には次のようなものがある。国防の義務は憲法に明文で定められた国民の義務である。 憲法改正は次のような手順を踏まなければならない。国会で改正案を可決総選挙を行う選挙後に招集された。国会において無修正で改正案を可決6ヶ月以内に国民投票に付し、投票者の過半数かつ全有権者の40%以上の賛成。ありがとうございます。